これが校内にこうポツンとあって、結構汚くなっていた。それということで奥の方の板が今垂直になったんですけども、それこの垂直になったことによって、ホッパーの石がそのまま線路の下の方に落ちている。なるほど。